ティフィンとは、ドイツのミュンヘンのアントン・ライメー・シュミット社が製造している紅茶のリキュールの銘柄の一つである。ティフィンティリキュールとも呼ばれるが、香港では以降、ティフィンとだけ表記する。液色は、赤褐色、アルコール度数は24度、エキス分は22%。茶を使ったリキュールとしては、グリーンティーリキュール、ティーリキュール、ウーロンティーリキュールが知られる。この中で、 一番先に開発されたのが、グリーンティーリキュール、次がティーリキュールであり、最後がウーロンティーリキュールの順番である。グリーンティーリキュールが開発されたのですら、第二次世界大戦後のことなので、ティーリキュールは歴史の短いリキュールということができる。ティフィンは、そんな数あるティーリキュールの銘柄の一つなのだが、このティフィンがティーリキュールの代表格と言われることもある。 ティフィンのベースは中性スピリッツであり、これにヒマラヤで採れるダージリンティーを紳士し、その後、蒸留するといった操作をして作られている。このティフィンは紅茶好きのハインリ・ィ・ヒリーマーシュミットが約20年の試行錯誤を経て発売に至ったとされる。なお瓶が暗い色なので、瓶に入っている状態では黒っぽく見えているが、液色は赤褐色である。 レシピは標準的な分量。リキュールブック P40。リキュールとカクテルの時点 P108. リキュールブック P42。ありがとうございます。